こちらのブースでは小型スイッチャー AVHSW10 の新しいバージョンアップと新しい商品を紹介しております。まず新しいバージョン、バージョン 2.0 で搭載される新機能について紹介したいと思います。こちらのバージョン2では、こちらのようにカラーバーが動く機能を搭載しております。こちらの動くカラーバー機能によりまして、 LED ウォールやディスプレイなどと接続して使用していただく際に、 LED のドット掛けでありましたり、 IP の接続が本当につながっているかといった確認が簡単になるというような機能になっております。続いて新商品である AVSF10 ソフトウェアコントロールパネルの紹介をさせていただきます。こちらが AVSF10 の GUI になります。 MacOS や Windows の OS から使用いただけるソフトウェアコントロールパネルでして、このようにタッチでプログラムアウトの切り替えをしていただいたり、こちらのようにメモリーを PC からロードしていただいたり、ワンボタンでショットメモリーを切り替えていただくといったことができるようになっております。こちらによって HSW10 を活用したリモートオペレーションやワンマンオペレーションがより簡単にできるようになっております。また最後に HSW10 の簡単な機能としまして、弊社のリモートカメラと連携した上でできるスイッチャーリンクを紹介させていただきます。とこちらにリモートカメラのコントローラーがあるんですけれども、こちらと HSW10 を連携させることによって、リモートカメラのコントローラーからオグズバスを切り替えることができるようになっております。でこちらは本線の映像と別で行うことができますので、カメラのコントローラーを行う人と HSW10 でスイッチを行う方、それぞれが自分に必要な画面を見て映像制作を行っていただけるようになっております。と以上で AVHSW10 とその新商品 AVSF10 の紹介を終わりとさせていただきます。